上げちゃって大丈夫です。ダンスカンパニー麗華組です。日本の良き伝統を大切に力強く華麗に踊りたいと思います。本日はよろしくお願いしますといただいております。はい、ありがとうございます。続きまして、八重のボタンさんです。八重のボタンと申します。私たちは江戸の落語の話をテーマとし、話す芸、踊る芸をコンセプトに今年から活動を始めました。皆様の心に残る芸を誠心誠意お届けいたしますと伺っております。はい、2部のスタート5チームを紹介させていただきました。それでは皆さん全員でよろしくお願いします。
き活動しております。今年のテーマは己の解放、観客も踊り子も関係なく自分の殻を破るきっかけとなる力を持つ作品を目指しました。ハイボールとともに一味違う世界のよさこいソナーをお楽しみくださいといただいております。ありがとうございます。続いてあまた全国のよさこいの価値観を取り入れた作品作りを目指し、多彩な芸の挑戦をコンセプトとしております。千歳市、札幌市を中心に活動し、関東にも支部を構え、総勢120名で日々練習に励んでおります。今年のタイトルは印、北海道の名付け親、三重県出身の短冊家である松浦武志の江戸地から北海道へと、北の地に障害を抱えた彼の足跡を甘たらしく多彩にお届けしますといただいております。甘たらみさん、ありがとうございました。続いて浅香伊吹、10歳から70歳までの年度3世代ファミリーチームです。老いも若いも一緒のチーム一丸となり、楽しく時に厳しく4分間の酒を作り上げましたといただいております。ありがとうございます。続きましてワッカ、下町ハイボールフェス初参加のワッカと申します。東京、札幌、名古屋の3拠点に活動しております。はい、和楽器の演奏と演舞の融合を目指し、2024の作品を東京で初めて披露していただいております。虹を越えて世界へ響くワッカの祭り歌とライブをぜひ楽しんでくださいといただいております。ありがとうございます。続きまして浅香鳴子友和会、私たち浅香鳴子友和会は埼玉県浅香市を拠点に活動しております。本気で踊って本気で楽しむチーム、本日披露する作品はザ・ヒーロー、数々の困難という壁を乗り越えてヒーローのように躍動する姿を皆様にお見せしております。小さな勇気をつなぎ合わせ、一つとなった大きな光で会場を笑顔で彩り、最高のハッピーエンドとお連れいたします。さあ、紹介は終わりました。最後皆様で全員クラップ、カップ、さあ最後皆さんによろしくお願いします。これで大バトル共演の方を終了させていただきます。